清純派の美人女優でありながら庶民的な雰囲気も持ち、長きにわたり世の男性を魅了してきた酒井和歌子さん。私生活があまり見えてこない芸能人の一人ですが、過去に恋人と噂された有名俳優がいたようです。その後結婚はしたのでしょうか。仕事面では出演作の減少が気になりますが、今の状況はどうなっているのでしょう。今回は酒井和歌子さんのことについてご紹介します。酒井和歌子さんは1949年4月15日生まれで、すでに70代に突入していますが、今も結婚せずに独身を貫いています。1976年に東宝を退職し、映画からテレビドラマに活動をシフトしたようですよ。2時間のサスペンスドラマでもちょくちょく見かける酒井和歌子さん。上品で清純なイメージの酒井さんですが、実際は方向音痴で無頓着な性格なんだとか。仕事に出る前でも鏡をチェックしないんだそうですよ。なんだか意外ですね。酒井和歌子さんが徹子の部屋に登場2016年の放送の時は、柏木由紀子さんと2人で出演されました。このお二人は子供の時から同じ劇団若草で仲良しだったそうですよ。酒井和歌子さんが小学校3年の時入団。その頃同期入団したのが柏木由紀子さん。今でも親交のある芸能人だそうです。でも性格は正反対だったんですって。酒井和歌子さんのドラマ出演は、2016年に TBS 系で放送された検察事務官黒百合以降ありません。バラエティ番組は同じく、2016年に E テレで放送された段階スタイル以降、出演がなく、そこからしばらくはテレビでその姿を見ることがありませんでした。その間、病気なのではないか、女優業を引退したのではないか、といった噂も出回りましたが、2020年10月に放映されたサントリーロコモアの CM に出演し、久しぶりにその姿を見ることができました。もちろん CM 上の演出もありますが、定期的に運動をしながらサプリメントを補給しているため、とても70代とは思えない若踊り獅子さで、視聴者を釘付けにしていました。酒井和歌子さんは現在も結婚されていないようですね。熱愛情報も見当たりませんでした。1、酒井和歌子が結婚していない理由は性格ではなくワイルド。酒井和歌子さんは若い頃から清純派女優として認知されていますが、実は見た目とは裏腹にとてもワイルドだということがわかりました。仕事上でのことではあるのですが、トカゲなどの爬虫類を食べたり、プライベートでは危険箇所が多い場所、秘境地に、積極的に旅行に行ったりと、かなり男っぽいワイルドな一面があります。これまで南極や北極に行ったこともあるそうです。旅先では基本的にバックパッカーということにも驚きました。趣味は世界遺産巡りで、中でも特に大自然を見るのが大好きということで、リスクを顧みずについつい危険な場所にも、足を踏み入れてしまうそうですが、その時のスリルがたまらなく快感だそうです。また、歌うことも大好きなのですが、軍歌を歌うなど、一般女性とは一身も二身も違った一面をお持ちです。2、酒井和歌子が結婚していない理由は実の母親のため。2018年9月に実の母親が92歳で亡くなったのですが、その当時の酒井和歌子さんの年齢はすでに68歳でした。晩年までお一人で母親の介護をしていたようです。母親は酒井和歌子さんが小学校に入学して、すぐに劇団若草へ入団し女優の道を歩んでいく中で、常に酒井和歌子さんの心の支えとなり何でも相談できる相手だったため、感謝をしてもしきれない存在でした。若い頃からずっと一緒に過ごしてきましたので、母親に対する思いが強いあまり、男性に目が向かなかったようですし、ましてや結婚などということは頭に浮かばなかったようです。また、酒井和歌子さんの父親はとても厳格な方だったようで、男性と交際することを父親が許さなかったということも、あるのかもしれません。3、酒井和歌子が結婚していない理由は結婚願望がないから。酒井和歌子さんが結婚していないのは、そもそもご本人の中に結婚願望がないからではないかと言われています。若い頃には結婚願望があったそうですが、
年齢を重ねていくにつれて少しずつ結婚の必要性や重要性が感じられなくなっていったとのことで、その背景には大好きな女優としての仕事があったようです。子役時代からのキャリアにあぐらをかくのではなく、日々精進を重ねてきた結果、数々のドラマや映画で重要な役柄を演じたり、希望する役柄に巡り合うことができていく中で、自分自身は結婚で幸せになるよりも、女優業をやり遂げることで、幸せになりたいと思うようになったのだそうです。坂井和歌子さんにはかつて、俳優の田村正和さんとの間に熱愛報道が出回ったことがありました。田村正和さんはマスコミのインタビューに対して、完全に否定されていたものの、火のないところに煙は立たぬと言います。二人の間に何らかの関係があったのではないかと言われています。しかし、目撃情報やスクープ画像が一切ない中での熱愛報道でしたので、デマである可能性も高いです。田村正和さんは仕事が終わると寄り道を一切せずに、すぐにご自宅に帰る生活を徹底されていましたし、報道が出回った頃にはすでに矢島和恵さんという、社長令嬢と結婚されていましたので、坂井和歌子さんと田村正和さんの熱愛報道は単なる噂に、過ぎなかったのかもしれません。ただ、当時は今と違って、インターネットも SNS も未発達の時代でしたので、今の世の中と比べると芸能人のプライベートが表に出にくい時代でした。ひょっとすると、坂井和歌子さん、事務所も含めてが、情報を完全にロックしていたという可能性もあります。坂井和歌子さんの病気の噂について調べてみました。体調を崩されたとか病気を患っているといった情報は、見当たりませんでしたよ。40歳の頃から健康に気をつけるようになったそうで、スポーツクラブへ通ったり、ウォーキングをしたり、1時間水泳したり、サウナに入ったり、とっても健康的な生活を心がけているようです。女優業も体が資本ですから、ぶった折れて仕事に穴を開けちゃいけませんものね。80年代はサスペンスものの2時間ドラマでの活躍が目立っていました。以降は出演作が減少しており、近年の目立った活動がないことは気になりますが、体調不良ではないとのこと。2023年は74歳になる坂井和歌子さん。水泳、ウォーキング、ジム通いを欠かさず、早寝早起きの生活リズムを保ち、とても健康的な毎日を送っているのだそう。体重も高校時代と比べてほとんど変わらないそうです。近年では、三井のリハウスや野村証券の CM に出演。また、劇団若草の同期生であり、親友でもある柏木由紀子さんのブログでも元気な様子が伺えます。柏木さんとはずっと交流を続けているようで、2023年も一緒に撮った写真が公開されていますね。小学校3年生の頃からのお友達と一緒にランチをして、それでも喋り足りなくてスターバックスで、時間を気にせずに語らい合う姿に、とてもキラキラと輝いていて憧れる。好きなことに打ち込みながら生きてるって素晴らしいなどの声が、方々から上がっていました。2019年2月には、徹子の部屋にも登場しました。番組内で前年に座骨神経痛を患ったことを告白していましたが、その後はさほど深刻ではないようで一安心ですね。坂井和歌子さんは両親と2歳年上の兄の4人家族でした。サラリーマンだった父はロケ現場や撮影所へ送り迎えをしてくれたそうです。兄については情報が出ていません。父が1999年に他界した後は母の恵子さんと2人暮らし。旅行好きな母娘はよく一緒に旅に出かけていたのだそう。恵子さんは2018年9月に92歳でこの世を去りました。高齢の母と共に過ごす時間を優先して、芸能活動を抑えていたのかもしれませんね。これまで一度も婚姻歴がない意外性から、坂井和歌子さんは性格が個性的なのではと思う人も多いようです。過去に演じてきた多くの役柄やテレビ出演時の発言などからは、上品、控えめ、女性らしいといった印象を受けますが、素顔はおおらかで男っぽい性格なのだそう。意外な一面を紹介すると、エステに興味なし。身だしなみはあまり気にしない。
カラオケでは軍歌も歌うなど、また趣味の旅行もバックパックで秘境を訪れるのが好きなのだとか。北極や南極も制覇している達人でした。一見、男性が守ってあげたくなるタイプの坂井和歌子さんですが、実はアクティブな女性だったのですね。ギャップ萌えという言葉もありますが、坂井和歌子さんの場合はイメージと素顔があまりにかけ離れているため、このギャップも結婚が遠のいた一因ではないかと見られているようです。古希を迎えた今もなお青春オーラが色褪せない坂井和歌子さん、女優に年齢は関係なしということでしょうか。時には元気な姿をスクリーンやテレビで見せてほしいところです。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。